名中院は愛知県名古屋市緑区にある総東州の寺院。三号は紅葉山。本尊は釈迦如来近藤座像。天正元年山口恵比の進むが父母の追善紅葉のために大高村の枝号、中野号に創建。当初は紅葉山名中案と称しており、広大な地域に六号を構える新言州の寺であった。大高町市では、 エビノスツムの法名、明中上皇子児と事号の関連を指摘している。その後、陛下によって消失してから長らく打ち捨てられていたが、現羅5年にエビノスツムの子孫ら山口氏によって再興された。この際に、ハルエインの前安和尚を中高解散に招いて、相当週に改修、その末寺となった。教法14年に現在地に移転。下里友達の日記には、 明中院で徘徊が催されたとの記述がある。1921年、当時の住職、服部健順が子供の家を設立した。これは、農飯期に大畑のそばに放置されている農家の子供たちの世話をするために始めたもので、1948年4月1日には認可保育園となり、子供の家保育園として、現在も境内の一角で運営されている。 本堂、地蔵堂、美写門堂、栗、書院、三門、屋内墓地の精霊殿などがあるほか、前述の子供の家が置かれた経緯から、それを記念した石碑などが設置されている。地蔵堂に祀られている小森地蔵は、山口蛇の進むが、桶狭間の戦いにも持参した事物とされ、寺が移転する前には、深い信仰を集めたが、火災の際にどこかへ飛び去り、 その後遊んでいた子供によって見つけられたと伝わることからこの名で呼ばれている。高さ二尺一寸、あるいは三尺とされる立像で空海作とも伝わるがその作風は室町時代末期のものとされている。また、美写門堂に祀られる美写門天立像はかつて長ごま子寺から勘定されたもので、毎年2月の節分の夜には豆巻きの行事が行われて賑わうという。 浦山道に祀られている青、峰山観音は青、峰山ただし福寺から勘定されたもので、かつて大高村内の三箇所に置かれていたものの一つ。現在では一つは薬師寺に、もう一つは虎神殿に置かれている。信長後期勘主、鳴海の城へ、お取り出しのことに丹下取り出に置かれた一人として、その名前が見える。一説に、史上上主、山口安森の孫とも、 ありがとうございます。